今日は我慢して頑張って、玄関入ってきたらもうお風呂に直行して、そう、風呂上がりすっきり、その後ご飯食べたから、ちょっと今すぐ寝ちゃったらやばいだろうなと思ってすぐに眠れない。えらい。いやー、今日はもう特になんかハードな、いや、振り幅振り幅、いやー、もうバタンキュー、いやー、バタンキューだよ、もう大変だー。まだ見てないって方いらっしゃるかな？今日はなんだろうね、歌を歌ったり、あ、でもエイトのブロック、あのライブブロックだったから、ひーちゃんとね、ラブワッシュをした。今回披露したやつはもともとね、1月のコンサートで下尾くんと一緒に披露する予定だったんだけど、であれもその延期といいますか、まあ中止か、そのあれに関しては。それで、あの下尾くんとリモートで一回おうちリクアワって時に披露したんだけど、で、下くん今回エイトのブロックでそういなくて、あれなんだね、セカンドジェネレーションなんだね、下くんね。そう、ひーちゃんと二人で、初めてだったの、ひーちゃんと二人でユニットやったの。意外とね、そうだからね、結構レッスン期間もひーちゃんとそうたくさん練習したりそう、いでででででね、意外と今までありそうで、まあ2人がね、2人が今回初めてだったんだね。だからもうそれはおうちリカバーでやったからさ、もうステージでやることないのかなと思ってさ、でセットリスト手元に届いて、えっ、ってびっくりして、ああ、私ひーちゃんとユニットやるんだって思って、そうそうそう。あーね、ひーちゃんね、アジフェスも出るってね言ってたね。本当嬉しい。そうだから私本当はあのその一番最初にさ、春の光なんとかかんとかってやつなんだっけ、ど忘れちゃった、なんだっけ、春の光なんだっけ、一曲目さやってたじゃん、あれも振り入れしてたんだけど私。そう、でもの、いろいろ着替えとかそういう問題で、そう、なんだっけ、春の光、近づいた夏、あ、それだ、それや、そう、覚えたけど、でもあれ難しいんだよ、アレンジされてるから。そう1月の時も、あー、この曲もう覚えられなくてやだなーと思ってたら、そう、意外な形でやらなくなっちゃって、私だけね。そうで、ラバッシュで出てくまで待機してたので、着替えとかいろいろやってたんだけど、で写真撮りたかったんだけど、あのね、私もひーちゃんも次の曲の準備とかで忙しくて、わたわたしててね、全然写真撮れなかったの、残念。なんで画面の、あー、確かに、いやでもその体勢的にちょっとね、真ん中行くの大変なの、ち
ょっと今日は寄ってる岡部をお楽しみください。でも終わっちゃうけど時間的に。寝てる、そう寝てるの。いやあと4公演ですね。4公演大変だー。そうなの、半分いってないのよ。ひーって感じや。そう、なんか毎回違うところで踊ってるから、んこれ何のバージョンだっけってすごいなるの。そう。体力もそうだけど、頭めちゃめちゃ使うね。うん。あ、やばい、58分だって。あー、今日リリー来たよ。あ、いたね、リリー。別に誰もリリーの前に立ってないのに、めっちゃなんか蹴ってた。敵いないのに。早く寝なさい。今もうこのショールームが終わると同時に私も寝ますよ。出ないよ、出ないよ。姉ちゃん必殺じゃないもん。まああとね、残り4公演の中でも来てくださる方いらっしゃると思うので、ちょっと頑張っていきます。4公演あーってなってない、大丈夫りんちゃん。え、あー以上のものになってる今。もうやばい、いろいろ。まあでもね、ゲストの皆さん来てくださってすごい楽しい時間をね、あのパートは過ごせているので、楽しんでやってきます。みんなも楽しんできて、楽しんできてじゃないや、楽しみにしていてくださいね。毎公演ああいうところ違ってくるからね、そこが楽しみよね。デートの日も場所決まったしね。休み皆さんありがとね。